ご機嫌いかがですか。日本カラオケ街歩き、10月の第2回目の放送でございます。はい、司会進行を務めますウェブク大林浩二でございます。そして日本クラウンの塩野香織です。よろしくお願いいたします。1回目の放送の時はね、はい、リクエストにお答えするという、ことでしたが、今回は、それぞれが皆様オリジナル曲を、はい、2曲ずつね、聴かせていただくということでございます。はい、今日も素敵なね、ゲストの方お越しいただいておりますので、皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。それではパクソンソンさんからお願いします。日本クラウンのパクソンソンです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ビクターの林芳子です。どうぞよろしくお願いいたします。メロディーレコーズの佐久間美香です。よろしくお願いします。メロディーレコーズの京香です。よろしくお願いします。メロディーレコーズのシュガーです。よろしくお願いいたします。日本クラウンの渡辺かなめです。よろしくお願いします。日本クラウンの三岡ひろしです。よろしくお願いいたします。キングレコードの藤本健太郎です。よろしくお願いします。定築レコードの沢井明です。よろしくお願いいたします。はい、以上のメンバーでお届けいたします。はい、さあ、順番ですが、まあこれも、ね、はい、いつも言ってることなんですが、歌っていただく、はい、順番ですね。今日はなんかすごくシンプルな順番なんですよね。はい、そうですね。ちょうどね、はい、この女性がずらずらっと男性がずらずらでしょ。そうですね。なんかフィーリングカップル形式みたいな、ね、別にそんな番組じゃないんだけども、はい、ボタンないですけど ね、 今日は、ね、ちょうどこう、はい、バランスが取れてるんで交互に行きましょうよ。だからパクさんが行ったら沢井さん、はい、ね、でここ林さん、さん藤本さんというね、まあ、最後私たちになりますが、はい、今日はそういう順番でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。私が初めてです。それではパクソンソンさんからお願いします。タイトル曲「心の鍵」と「カップリング時を止めて」聴いてください。心の鍵をかけ忘れても、あなたの気持ちは奪えない。寂しさ逃れるひとときの愛の迷いがそうさせる。そんな私にNo
いて、いつでもいいの。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な曲ですね。ありがとうございます。パクさんはこのハスキーなところがいいね。ありがとうございます、はい、パクソンソンさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いては沢井明さん。はい、6月22日定築遺跡第1弾濡れて京橋天の尺聴いてください。あなたが先に出て行ってここから見送るわ。なあ
涙流せば別れづらくなるでしょう。濡れて京橋男と女愛がつらい。濡れて京橋雨の向こうにあの頃が見えてくる。優しかったそんなあなたの姿が。誰かを好きにならないわ心がちぎれそう。愛の迷子を一人抱いて佇む。濡れて京橋襟を立てても胸が寒い。濡れて京橋私の腰で幸せが逃げてゆく。楽しかった思い出ばかり残して。大阪の歌、はい、そうですね、うん、京橋の京橋京橋の京橋いや たまに飲みに行きますからね。ああそうですか、はい、生まれた近所そんな情報はいらないはい、澤井明さんでした。ありがとうございます、はい、では続いては林よしこさんお願いいたします。はい、ほっこり酒場そして新曲淀川見れどうぞ聴いてください。好きと好きとが一緒になって二人でかけます恋の連。あなたが対象で私が
タイトルがつくのは今回が初めてらしいんです。歌詞の中に犯されてですとか肉乳さんの、うんうんうん、あとはケンウスさんの、大阪母食ですとか、うんうんうん、そういうタイトルじゃなくて歌詞の中に出てくるよね、はい、出てくるのはあったんですけども、タイトルに淀川ってつくのはこの淀川が初めてらしい、うん、はい、すごいね、お着物の、うんイメージも実はあったりするような、いや、ね、皆さんに着物着たらっておっしゃっていただくんですが、うん、背が高くて形がいいのであんまりこう自分でも似合わないでこう頭にあるんですね、はい、そうですか、いやそんなことないです隣でちょっとシュガーさんいじめられてるいじめられてるんですよだって背が高くてが大変って言った時にパッて私そこと見るんだってあ、そうなってんだ、大丈夫、ごめんなさい、大丈夫です
病院に行ってくださいよ。でもあの 何度も、うん、あの林さんとはご一緒させていただいてるんですけど、うん、お着物姿を見させていただいてすっごい似合うんですよ。いや、こうしゃます。いや、絶対似合うと思いますよ。かおりさんに言われたらなんかね、もう似合いますけど、かおりさんはもう華奢でね、細くて可愛いからね、何でもドレスを両方似合いますけどね。もうやっぱり、なんか今まで何やってんの小柄にはなれませんからね。はい、ぜひ諦めてました。そうですね、はい。ありがとうございます。では続いては藤本健太郎さん。10月26日今度発売する歌です、ミッドナイトストーリー2。そしてもう一曲は今更別れはないでしょうという曲ですが、これはもうリバイバルでございまして、私が宮四郎に初めて弟子につくきっかけとなってうちの師匠が作曲してくれた歌を、当時は若かったんで歌いづらかったんですが、まあ、この年なんでもう一回歌おうということでカップリングさせていただきました。2曲お聴きください。どうぞよろしくお願いします。あんたを追ってネオンの街へ、夢を灯した恋ひとつ、よってあんたに泣きすがってた。人が流れる恵比寿橋、飲んだくれで解消なしの「うちは好きやねん忘れられへん」「何は女の恋物語」店で夢を浮かべて酒を飲む、アホなあんたに傷つけられて涙流した淀山橋、夢ばかりを追う人やから「けれどうちは好きやねん忘れられへん」「何は女の恋物語」「何は女の未来ストーリー」
でついてきたんじゃない夜更けの帰りを待ちわびて酒の味女心も知らないで今さら別れはないでしょうを忘れ あなたにかけた女です これきり最後の恋なのとに酔いすぎた涙ぐらしに帰ってよと今さら別れはないでしょうもう偶然3曲も4曲も大阪弁の歌が続いちゃってね、ミッドナイトがね、このミッドナイト、あのさ今更の方はまあさっき言いましたね、宮城が先で、はい、このミッドナイトストーリー、あの有名なあの藤本健太郎が作曲でこれ先月、金谷さんに受けたからまた受けたまた騙された芝居かいな面白いでしょ、かの有名な藤本さんねまあそういう感じの大阪弁の自分で生まれ故郷の言葉で詩を書いて曲をつけました。宮代先生のねあれ作品を B 面にして ね自分の A 面にしてねもう言ったからねもう今更怒ってけえへんやん大したもんやなんか先生とすごく仲良しなタイプのお弟子さんみたいな感じだったんだよね仲は良かったです ね、お酒飲んでる時だけ仲良いのよあそう舞台立つと怖いのよお酒飲んでる時はね、うん、継いでほしいから優しいのよ、舞台立つと怖いのよ、このギャップが良かったよ、怖いさはランとね、それでははい、続いては佐久間美香さんにお願いしたいと思います。はい、私佐久間美香が歌わせていただくのは1曲目はたくさんのファンの方からのリクエストを頂戴いただきまして、あのケイムスクさんの酔いどれてという曲、そして2曲目は私が今一番頑張っております火の器、2曲続けてお聴きください。一人口紅拭き取りながら鏡の私に声かける、上手に生きたね昨日も今日も、褒めてみたって無性に
寂しい泣かせてよ泣かせてよ潜めが窓つこないよ酔わせて死なせて火の酒でララバイララバイララバイ酔いどれて夢の続きを見ないあなたも私と同じ不幸なままでいてほしい思い出相手に酒場の隅で暗い目をしてうつろに寄ってね泣かせてよ泣かせてよ涙で転びが沈むほど溺れて忘れて火の酒でならばいならばいならばい酔いどれてやがて夜明けの鳥に
ありがとうございました。ありがとうございました。オリジナルだけじゃなくて、こうやってリクエストにお答えすることもありですんでね。はい。ね、ケンウスクさん。そうです。普段も歌われるんですか？そうですね。結構ケンウスクさんの曲、低音がすごく好きなんですよ。ケンウスクさんの。はい。であのハスキーボイスももちろんなんですけれども、ああいう感じの声も私に欲しいなという思いを込めて歌わせていただきました。いろんな、はい、ミカさんを見れる感じで、そうですね、ありがとうございます。じゃあ続いてどんどんいきましょう。今度は三岡ひろしさんでございます。はい、2曲とも恩師加納源大先生の作品ですが、1曲目は北海道のカムチャッカ沖に挑む男の姿、イヤローブで、そして今頑張ってるか、どこにでもある居酒屋の風景をほのぼのと描きました居酒屋人情を聴いてください。あばいよ一つで出て行く俺を責めてくれるなカモメの群れよ、いくら惚れてもあの子を船に乗せて行けない、カムチャカ沖にゃなまじ人よの情けをかけりゃ辛くなるんだ、やろうね。縁があるからいつかは会える、たとえどんなに離れていても別れ間際にあの子がくれた赤い袋の守りの札を腹に納めて大漁旗を空に掲げる、やろう。酒場の姉ちゃんに
酒に溺れちゃダメですと叱られて胸にしっかり答えた居酒屋人形酒と男の物語聞かされて笑い転げた夜だよ居酒屋人形違うタイプの曲でね。そうですね。はい、それでは続いて。続いていきたいと思います。続いては京香お姉様。はい。よろしくお願いします。私は大阪は南道頓堀を舞台にした女性の歌です。頓堀エレジー。そしてもう一曲は京香は全然悪女じゃないんですけど、多分女性の皆さんがこう思ってらっしゃるんじゃないかなという曲ですね。悪女になって2曲お聴きください。の谷間のコンクリートに人目に触れず咲いてるあざみどこか似ているこの私切ないね一人で生きていけるなんて強がって見栄を張って別れたあの日泣いてどんぼり一人どんぼり今もあんたが恋しI'm not afraid to die
まる。今さ寂しがってみても仕方ないしょうがない音沙汰もない。好きやどんぶりダメねどんぶり、痩せてどんぶり濡れてどんぶり、あんたに会いたい。一人で生きていけるなんて強がって見栄を張って別れたあの日、泣いてどんぶり一人どんぶり、今もあんたが恋しい。酔ってどんぶり惚れてどんぶり、会いたい、あんたに会いたい。芝居上手な私に落ちてゆくのよあなた、小刻み震える肩を抱いて本音で愛を囁いている。舌を出して含み笑いも知らないで、悪女悪女悪女、死ぬほどあなたを泣かせてあげる。信じてくれよの言葉に甘えたふりする私、感じたりしないのやもやしない、氷の肌で濡らしてあげる。捨てた男を恨みながらも、だから帰る、悪女悪女悪女、信じた分だけ返してあげる。優しい女でいたのに変えた男の憎さ、愛され
なたを落として笑えるまでは教えてあげる女の怖さの裏側肩書きあなたのせいよ ありがとうございます、はい、はい、そしてドレスも久しぶりでございましたので、はい、たまに着物なんかもいいかなと思いまして、うん、はい、なんかちょっとねママになったよね。ママ。南で働いてるママになったつもりで。うん、大ママですよね。体がですか。何二人仲悪いの？意外とね。うん、なんかバシバシとね。もうやっぱお母さんは厳しく娘をあれしなきゃいけないし、うん、でも娘はお母親にタメ口だし。これがまたいいんじゃないかなと思って、うん。いい関係で。そうでしょ。はい。まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、先生、先生ということで渡辺かなめさんでございます。私は王将物語、これは坂田三吉さんが妻を愛する歌なんです。それが1曲目、2曲目は人情酒場という歌でございます。この人情酒場という歌がね、後日王将物語、はい、そして人情酒場、2曲続けて歌わさせていただきます。よろしくお願いします。男一代将棋の駒にかけた何話の800やばし西に名高いドアホーサー方三悪路のバス停が命ついて来るのか女房の小春尽くす情けの目をを重ね、それでも黙ってついてくる小春カニ屋で、その代わりな日本一の将棋指しになったらないか。あれが極道将棋の虫と人は指さす路地裏暮らし、明日の一番意地でも勝笑う天下に大手をかける、生きて行こうな、これから先も惚れて道連れ目を
所詮男の人生なんて七頃八起の夢だるま雨の路地裏人情お酒場声をかければ仲間に流れる酒がやけにうまいじゃないか酔いが回れば浮世の風に寒さも忘れる裏通り演歌花咲く人情お酒場いいじゃないかよ身の上なんて明日の夢が見えるじゃないかありがとうございました。ありがとうございます。人情酒場、後で言いますと言われました。はい、あの人情酒場という歌はね、カップリングなんだけども、出ましたらその歌を聴かれた方が、俺人情酒場という店作るって言ってね、ほう、通天閣のすぐそばで人情酒場というお店があります。カラオケのスナックです。昼は喫茶店しています。いっぺん行ってみてください。それは10人座っていっぱいですけどもね、素敵な店です。人情酒場いいとこです。今度連れてってください。お願いします。行きましょう、みんなで行きましょう。そっちですか、ね、はい、うん、ありがとうございます、で酒場、人情酒場歌ったら安くなるんです。わかりました、覚えて。本当ですか。わかります。はい、坂田三吉の方はやっぱりイブシ銀の渋いこの節回しがいいですね。浪曲がね、あんこが入ってるんで、これもずっとね、この歌僕も大好きで、あの希望をね、聞いてくださったんですね、プロデューサーさんが。で、カナメン、どんな歌を歌いたいから、いや、なにわもんがいいです。なにわもんでもいろいろ出たんです。うん、それも、いや、あの坂田三治さんの歌を歌いたいです。うん、いや、もうみんないっぱい歌ってるから、それでもお願いします。って言ったら、もう、ピタッと来たんです。水木霊先生の詩が。いやー、こういうのが欲しかったと思って。で、僕もね、知らなかったけど、将棋しないから。はいはいはい。七人におったし、という浪曲、うん、で苦肉を重ねってね、これも水谷さんに教わったんですけど、カナメさん、これすごい詩やね。七に身を足して、七屋さんの七ね、荷物を足す足、七屋さんに足しげく通うと書いてる、七に身を足して、で苦肉を重ね、苦肉、将棋って縦が9つ横が9つというマスよね。ああ、かけてるんだな。そうそう、で苦肉を重ねってね、水谷さんが教わったんですよ、これカナメちゃん、あの水木霊さん半端じゃないよこの気の使い方は。それで歌にグッと僕入ったんです。多分3年歌います。3年歌ってます。ありがとうございます。聴いていただいていい曲ですもんね。ありがとうございます。いや、皆さんもいい曲ですけども、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、では続いてはシュガーさんでございます。はい、私はですね、1曲はあのオリジナルじゃないんですけども、うん、あのミカちゃんと一緒にリクエストたくさんいただきましたので、うん、ちょっとあの1曲、チョウヨンピルさんのプサンコへ帰れという歌をですね、歌わせていただきたいと思います。そしてオリジナルでございます。
元祖悪女になって、そして私は元祖悪女になってパート2でございます。ぜひ聴いてください。椿咲く春なのに、あなたは帰らない。ただすむ草に涙の雨が降る。締めたいのよ、とらわいよ、釜山藩へ会いたいあなた。時運どめくそめ、ほみはこまひょんちとまいぷさんはえかんめにまんすぴゅ。
心も体もこの顔も血を吐く思いで変えたの。あなたを決して離さないわ。死ぬほど苦しめ遊んであげる。燃えない体抱いてるあなた感じない。悪女悪女悪女、あなたに幸せ狂いはないわ。びっくりしたチョコリ姿、うん、そうチョコリ着てみた、うん、ようサイズが、いや大丈夫あれね、後ろバリバリで止まってるからもうほんと失礼です、後で裏来てくださいねそれでは私いきますね、はい、お願いします。1曲目は義経のポエムといいまして、これの静か静かっていうのが、これ静か御前のことなんですね、うん、で静か御前がもう20歳そこそこ、義経さんもね若い2人がのこういう物語なんだから、これ演歌にしなくてもいいだろうということで、ちょっと歌謡曲調にした曲です。義経のポエム、そして今頑張ってます、恩師平尾正明先生に書いていただいた風花、続いて2曲聴いてください。恋と世間と定めの糸が巡り巡って空回り、誰のせいでもないんだよ。人を憎んじゃいけないよ。ここから先は熊野の山さ、君はこれ以上進めない。都ではもう桜の花が咲いているという君に一番似合う花を見せられないなんて、お願いだからここで別れて帰っておくれ。静か静か、都ではもう桜の花が咲いているという君に一番似合う花を見せられないなんて、お願いだからここで別れて帰っておくれ。静か静か。
愛はないわ、いつか別れても北の街にあなた求め、ネオンに涙にじむ、チラチラ風花舞って、人影途絶えた窓辺、あなたの胸にうずくまって、今は愛していたい、あなた、あなた、あなた、もう夜が咲かす愛の時間はない、そうよ女は愛のために命かけられる、北の海は冬を急ぎ、ホテルに明かり灯す、さらさら悲しみ埋めて飛び立つ季節の風よ、あなたと夢を睡魔にながら、今は愛していたい、あなた、あなた、あなた、もう明日が来るわ、愛の時間はない、静か静かって言ったら何ですか言われました静かさんという方がいらっしゃった。そう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 、うん、いやでも名前ね、歌の中に名前があったら嬉しいですよね、嬉しい、シュガーってないもん。いやそこでだからいろいろそのね名前を変えて歌ったりしますけどね。ああ、うん、そっか、今日か今日かとかあのほらお似合いや、ありがとうございます前の風花のね出た時に、うん、あの石川県の金沢の片町へロケに、ね、はいはい、来ていただいて、 DVD の雪が降ってね、降ってね、もうこれ来られないんじゃないかっていうぐらいね心配してたんですけど、うん、ね皆さんとお越しになって、でロケーションした時本当雪がすごく降ってて、うん、いい雰囲気でしたよね、港の方も行ったりして、 そして偶然なんですよね、あれすごかった ね、その片町の繁華街のところにね、大林さんがその風花っていう曲を歌われるんですよ、なんか、DVD をね、なんかさすらいながらこういう素敵なトレンチコートでさっとよく歩いて、そしたらその、ビルのところの看板にダーッと映し出してたら、なんと風花ってお店の看板があったこれ、風花の店の真下で僕ロケ、偶然だってロケしてって、うん、カメラを回してガーッとしてたら、あれ風花があるって書いてあるね、いやそれって偶然、偶然なんです。そこをロケにもともとネタ調べしてて、全然もしてない、ただその飲み屋街でその雰囲気に合ったイメージをどこか探しといてくださいって、まあ、あの大林さんからちょっとあの聞きしてたんで、うん、じゃあここの通りがいいかな、ね、と思って犀川大橋っていう、まあ、あの有名な橋のすぐ横からこうやってあの繁華街という飲み屋街へ入ってくるね路地のところにそのビルがあって、スーッとしたら風花って風花、風花ですよ。だから ロケ隊の人がこうちゃん、上見てみ、上見てみって言うんですよ。そう、びっくりなんです。これすごいね、もうびっくりね、本当に、なんかあの、浩二さんのためにね、そうですね、その時の、このお店があったと、ロケ隊がバーン見て、風穴が開くほど見た、そうです、あっちゃ
まだうちでも言わんほうがよかったね、金ちゃん。さあ、それではオリジナル、ね、をずっと聞いていただきましたが、はい、鳥になりました。すいません、はい、潮の香りが歌わせていただきます、オリジナル曲、2曲ですけれども、日だまりの花のカップリング曲です。とても面白い曲、誘惑されて捨てられてという歌と、そして今一生懸命頑張っておりますイエスタデイに包まれて、2曲続けて聴いてください。ワン、ツー、スリー。夢中にさせといて、なしのすべてはないじゃない。女をおもちゃにするなんて、あいつは罪な男だよ。さあ、そう以上すべの上手、寄せ上手はいいけれど、悔しいくらいに逃げ上手。あんな悪情な男でも、私が真から惚れたやつ、初めに若かったら肌も許しはしなかった。つくづくめでたい女だと浮き名を待ちで流してよ。さあ、そう以上すべだ気上手、あの上手はいいけれど、泣きたいくらいに振り上手。あんな浮気な男でも、いなけりゃ心に穴が開く。
まだ深い絆と信じた。ああもう一度生まれ変わってもあなたに、あなたに会いたい。 Yesterday 思い出が、 Yesterday 楽しい日々が、指先の夕日に、夕日に沈む。巡り合い別れても、それも人生。授かった命には未来があるけど、悲しみの隠れ場所どこかにあれば、過去の日を投げ捨てて逃げて行きたい。ああもう一度時を巻き戻し、あなたに、あなたに会いたい。 Yesterday さよならが、 Yesterday あの日のままで、裏窓の夕日に、夕日に沈む。あのね、イエスタデーに包まれて、僕の知り合いの人が、はい、滋賀の方なんだけど、はい、一生懸命今練習してて、でこの間僕のお店でね、歌ったんですよ。はい、え、かおりちゃんの歌や言うて、ね、うまく歌ってるから、ね、で聞いたらね、選手権用に一生懸命練習してって、そうそう、金沢でもそうなんだよ。だからね、歌謡祭とかにね、よく歌われてるの。嬉しいです。あのハイレベルの選手権のそういう人たちは、そうそうそう、飛びつく曲なんだ。そうそう、本当レベルの高い人がね、カラオケで歌ってる。僕もゲストに行ったら出てるからね。嬉しい。発表会とかカラオケ大会とかにプログラムがありますよね。で、そこにイエスタデーに包まれて乗ってるとですね、文字数が多いので、すぐ見つけられるっていうのをよくファンの方だったり歌手の皆さんから言っていただいて、よく歌ってるよって。僕なんか風花って2文字やから、これでも見つけやすいよな。短いっていうのとね、長いっていうの。でもたくさんの皆さんが歌ってくださってありがとうございます。嬉しい。今日聴いていただいたオリジナル、今日聴いていただいたオリジナル曲をね、掲げてですね、皆さんね、各地で、精力的に歌手活動されておりますが、はい、それでは今後の予定告知をしていただきたいと思います。パクさん大丈夫？はい、あの11月25日なんですけれども、奈良でコンサートをやりますので見に来てください。まだ名古屋11月28日ライブやってますので、皆様見に来てください。はい、はい、では林さん。はい、ホテルモントレーグラスミア大阪で12月4日に加賀美五郎さんほか皆様と一緒にディナーショーさせていただきます。どうぞお運びください。よろしくお願いいたします。はい、佐久間美香さん。はい、11月25日パク・ソンソンさんとそして三岡さんと3人、チャリティーコンサート出させていただいております。
またそちらの方もご覧いただけたらと思います。お願いいたします。はい、京子さん。はい、石川県は白山市の方の、街道市場というところでカラオケ大会のゲストに出させていただきます。そして11月25日はスーパー銭湯夢の湯さんで、2回ステージ、そして来年の1月ありましたらまた三重県の方に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。石川ちゃん。はい、毎月出させていただいております道頓堀門座の方でですね、10月の31日月曜日お昼からと2時半ぐらいからかな、2回ステージございますので、もしよろしければいらしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、塩の香りでございます。今年はですね、12月の25日日曜日に、塩の香りのクリスマスディナーショーをさせていただくことになりました。少し先ですけれども、ぜひ皆さん来てください。場所は大阪キャッスルホテルです。お待ちしております。お願いします。まさにクリスマスの日ですね。そうなんです、はい、デートもせんと仕事ですね。はい、皆さんとデートです。あ、そうですね、皆さんとデートね。私は、12月19日月曜日、京都テルサホールで1時と5時半2回公演、あの三山ひろしさんと三山ひろし爆笑歌謡劇場、楽しい、お芝居、まあ、涙あり笑いありのお芝居、そして歌謡ショーと楽しんでいただきます。ぜひご来場ください。で、渡辺かなめさんです。はい、神戸でございますけども、サッカー場ノエビアスタジアムで、演歌祭りを10月は23日です。ちょっと寒いから暖かくしてお越しください。それから、12月の24日でございます、新阪急ホテルで、ランチショーです。ランチディナーショーです。ぜひお運びください。お待ち申し上げております。よろしくお願いします。風邪ひかないで来てくださいよ。はい、水岡博さん。はい、11月の25日ですね、奈良市奈良町センター夕方の5時から、チャリティーということで流行り歌を訪ねて、奈良日日新聞ラジオ関西さんが共催で、佐久間さん、パクソンソンさんご一緒します。それから翌日ですけども、堺筋本町の定人ホールで作曲家大谷明優先生と、作曲家の西剛先生、本間由里さん、五条哲也さん、それと私と、そういったライブもございます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、藤本健太郎さん。さっき歌った歌が10月26日発売でございます。11月20日にもうデビュー35年目の35年ディナーショーを某大阪のホテルでこそっとやりますんでその後はずっとキャンペーンで多分半年間この歌にかけると思いますので、あちこちで見たら声かけてください。よろしくお願いします。はい、沢井明さん。はい、11月は13日大阪は堺サンパレスで沢井明ディナーショーをやらせていただきます。ゲストの皆さんも来ていただきまして、司会は水谷博さんにやっていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお忙しそうですよね。はい、そうですね。これまだ、ね、ごく一部しか。そうです ね、はい、皆さんのホームページ、はい、ブログなどでまたチェックをしていただいて、はい、ぜひ応援に駆けつけていただければと思います。はい、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またこの番組ではリクエストもね、お待ちしておりますので、オリジナル曲ももちろんですが、リクエスト曲どうぞたくさん送ってください。はい、今回もホテルアウィーナ大阪からお送りいたしました。それでは皆さん、カメラに向かって手を振ってお別れでございます。はい、ありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。